かぶんの誰がかぶるかぶるかぶってよ、かぶってよ。いや自ら言っちゃったよ、自ら言っちゃった。はい、ではこのまま番組を進行していきたいと思います。これ次の遊びに進んじゃっていいんですかね。じゃあ、はい、続いての遊びをやって、頭超でかい、やっていきたいと思いますが、二人は喋っていますが、私は無視をします。次の遊びはカラス愛してるよゲームだってさ。愛してるよ、あ、愛してるよゲーム。あ、これは来たよ。どうしようか、ルールはね、あんまり決まってないんだよ。ここでどうするどうする、愛してるよって言って順に言っていくんだけど、対抗したいと思ったら愛してるよって言った人に対してえって言って、もう一回愛してるよって言わせるの。なるほどね、えって聞けばいいのね。そうで、聞かないでそのまま言ってもいい、うん、あー、こういう風にやる。ちょっとさ、私さ、今さ何その動き一応さ、進行係だからささらっと説明したけど、一番やりたくないんだよ。え、本当に、うん、聞きたいよ、ココちゃんの。そうそう、やるやるやろ、やる、早速やろ。じゃあまずじゃあここ二人でさ、やってお手本見せてあげようよ。ほんとに見たい、うん、見たいよね、みんな。え、笑っちゃいけないでしょ、照れちゃダメ、照れちゃダメってこと。やばいな、この頭。はい、それでは、はい、それではやっていきたいと思います。では、スタート。そっちから、あ、私から、どっちから、ちょっと顔違う、じゃあ、真顔でいないと。はい、皆さんお付き合いください、どうぞ。愛してるよ。弱っ、弱い弱いよ。面白すぎる。今のじゃ、まずさ、まずさ、ひなに愛してるよって言えなくない？なんで言えないの、なんで言えないの。だってさ、構えてる時にさ、はい、言ってって顔してんの。キラキラしてる、見て笑っちゃう。マジこれ。じゃあ次はココちゃんと私で、うん、対戦してみよっか。はいはい、行こう。さあ行きます。すごいノリノリ。はい、いいよ、ココちゃん待ってるよ。すみません、なんかじゃあちょっとスマートにしてください。愛してるよ。もう一回。愛してるよ。もう一回。愛してるよ。もう一回。まだ。え、あ、愛してるよ。もう一回。ちょっと進んで。こいつさ、これこいつ。これ言って欲しかったわけよ。ゲーム進まないじゃんか。あ、こういうことさ。そうだよ。あ、リレーするのね。そうだよ。そうなの？そうだよ。あ、そうなんだ。愛してるよリレーしてたの。一向に進まない。なんだ、でもチャレンジしていいよじゃないんだよ。優しい。じゃあもう一回やろう。じゃあ今度ココちゃんから私に。あ、いいよ。どういうこと。飛んでみよう。こういうこと。そうそうそう、ぐるぐる回るの。そう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 。はいはい。リー、愛してるよ。ありがとう。これかな。なんで笑うの。事件が発生しました。このゲーム誰もルールを分かっておりません。え、あ、待って、さ、構成作家さんがさ、なんとでもチャレンジしていいよって。もう一回行こう、もう一回行こう。ノリノリなのはね、構成作家さんとヒナだけだよ。ひなひな、じゃあもう一回、もう一回チャレンジをさせてください。じゃあ皆さんお付き合いお願いします。じゃあひなが、うん、私たち二人に言って。あ、交互に二人に言って。私こっち来るわ。こっち。あ、ありがとうって受け取ってもう一回やればいいの？いや、こっちから言うから、いっぱい言って。待って、本当に？うんうん。どっちにしようかな。皆さん、もうルールは無視。もう本当見つめて。愛してるよ。え？愛してるよ。うん。違うね。あのさ、愛してるよか、えしかないんだよ。あ、そうなんだ。さっきからリーさ、ありがとうとかうんって言うからさ、ゲームが進ま
顔芸が来ましたよ。お、皆さん、じゃあお題を発表します。ねえ、なんで ね構成作家さん、溶けかけのアイス、溶けかけのアイスがテーマです。テーマ、どうしよう。それ何、溶けかけのアイスを食べてる感じってことですか。すっごいノリノリでうんってうなずいてる。じゃあ誰からいく。溶けかけのアイスといえば何ですかって、挙手制で。じゃあ私からいきます。それはどういう表情ですか。怖いよ。大丈夫、ほんと怖い。すごいドキドキする。いや、私の方が怖いから。いや、溶けかけのアイスね、うん、はい、いきます。べっちゃ。待って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 、ちょっと待ってね、あのね、やってみて気づいた、結構シュールだよ。え、これ何、音を溶けかけのアイスを食べてる感じで言うんだよ。え、そうなの。ねえ、どうかだよ。これ前も見たよ。この前のニコ生もそうだったじゃん。なんで一回見ないで文字を書くって目つむるんだよとか言い出してた。え、待って待って、なんで書いてんの、なんで書いてんの、なんでなんで、あれ、あ、まだ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 。なし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 、目つぶって書くんよ、しかも。え、マジで、そう。今嘘嘘ついたの。嘘ついてないよ。え、目つぶって書くんですよね。え、違う。見ないで書くって相当ないとか。違うよ、あの、見ないで書くってそういうこと。それしかないだろ。ぶち切れたよ、ここちゃんが。溶けかけのアイスを食べてる感じで今言ったのもう一回言ってじゃん。あ、はい、わかりました。もう一回お願いします。垂れちゃう。自分で舐めて。そう。合ってるでしょ。合ってる合ってる。キュンキュンしたかな、みんな。したかな。キュンキュンしたかな。したかな。キュンキュンしたかな。したかな。笑ってるよとりあえず。え、違う、そうじゃないって。ハテナだって。心。じゃあ垂れなかった。じゃあね、次お手本バッチリ。見せてくれると思うんです。違うよ、違う、来るよ。じゃあじゃんけんで勝ったのが先にする。はい。最初はじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。あ、じゃあ昨日からいきまーす。結局ね。はい、じゃあいきます。あ、溶けてるよ、溶けてる。どうしようどうしよう、お兄ちゃん舐めて。どうです、そういうことか。結構そういうことなのか。兄萌えっていうのがあるらしい。あ、妹萌え。お兄ちゃん舐めてって言う。ちっちゃい花子だったら言うかもしれない。はぁ。さ、期待のここね。私、どうです、溶けかけのアイスを食べながらの感じで冷たい、あ、冷たいじゃん、何、パニック。はい、考えるな。なんだ、感じろ。そう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 。いいですか。いいよ、どうぞ。あ、冷たい。なんかエコーかかりませんでした。待って待って待って、なんか差別化してません。差が激しくない。ちょっと待って。でも認めるよ、ココちゃんが一番可愛かった。可愛かった、うん。本当か。可愛かった。そう、ね、エコーかかったよね、うん、やっぱりそうだよね。構成作家さんの意地悪だろうね、きっと。でもね、期待をね。はい、やっぱりさすが、ほんと、ココちゃんですよ。よかったです。はい、次に行きましょう。してるのゲーム今度はできるよ。ちゃんとおさらいするよ。あ、はい、はい。愛してるよって言ったら、うん、それで流していくんだよ。愛してるよ、愛してるよ、愛してるよってずっと言っていくの。だけど、たまに反撃したくなったら、愛してるよ、えって聞いて、もう一回言わせんの。あ、だから、前回やったみたいに、愛してるよ、うんっつったらもうダメなんだよ。わかった。受け止めちゃダメ、ね、受け止めちゃダメだね。受け止めないで流していくの。わかったわかった、うん、わかった、今わかった。いい女になるってことね。うん、うん。私の話聞いてた。よーい、スタート。誰から。あ、じゃあ、はい、こう行こう。こうする。いいよ、好きだよ。はぁはぁしない。愛してる、愛してる、愛してるよ、愛してるよ。はい、いいの負け。
いやこれさ、映ってないからわかんないと思うけど、すごいひなの唇プル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 